い。俳優座の演出部にいます真鍋と申します。演技部の清水直子です。よろしくお願いします。俳優座のクラウドファインディングということで、はい、80周年に向けてということで、そうですね、はい、今私たちは実は、はい、6月の8日から25日まで新国立劇場小劇場で上演されるこちらのポスターにあります楽園という未来につなぐものシリーズ第3弾の楽園という作品の稽古をしております。真鍋さん会室で私も出演させていただいております。絶賛稽古中というです、ね、はい、はいですね、俳優さんの80周年ってやっぱ大きい、長いですね、80周年、私は実は入団して31年目なんですけど、はい、あ、もう自分の、僕のは後輩なんですけど、いやいや、私の自分の実人生の半分以上を劇団と一緒にこう歩んできたんだなって思うと、はい、すごい感慨深いものが、うん、改めて、ね、まだですね、もう20年目ぐらいになりますね、まあ、本当に劇団で、うん、育って、うん、まあね、直子さんもずっともう青春時代も全部そこを俳優さんで捧げたっていうような感じだと思うんですけど、まあ、なんかこう思うのが、その何ですかね、やっぱその自分これだけやっぱ続いてる劇団だと、その自分たちの劇団っていうのもあるんですけれど、でもなんかこう自分たちだけのものじゃないっていうか、そういうやっぱその歴史がこれだけ長いと、そんなようにもちょっとその感じていたりとかして、まあ、その重さというかそういったものも感じつつ、でも今にちゃんとこうね、こう生かせるような前に劇を作っていかなきゃって、これからも先続けていけるようにもっとしたいなって思いながらやってるんですけれど、どうですか、そんな感覚って何ありますよね、やっぱ今回のファンディングのページにも先輩たちが劇場を作った時の白黒の写真が掲載されていて、うん、それを見るとわーってやっぱり、あ、この方たちが、先輩たちが作ってきて、ここまでその代々この先輩たちがこうつなげてきてくださって今があるんだなっていうのをすごく感じるというか、そうですね、稽古場も私大好きなんですけど、この空間で、研究生の時に実は稽古してて、はい、一番最初の稽古場に来て、まだ鍵が開いてなくて、入り口に電気のスイッチがあるじゃないですか、はい、でも6階の上の階からちょっと降りていく、はしごを伝って降りようと思って、真っ暗闇の中でそろそろって歩いていったら、ストーンってはしごがなくて落ちたことがあって、で私このまま死ぬのかなみたいな、ゆっくりこうスローモーションの感覚があったんですけど、擦り傷ぐらいですよなっていう、結構高いですよ、結構高いんですよ、やっぱ1回分ぐらい、いや本当ですよね、落ちたことあるんです、あるんですよ、初めて聞きましたけど、いや本当に助かってよかったっていう方、今生きてます、この空間すごくなんか宿ってる感じがして、そうですね、いや、いい空間なんですよね、本当にね、なんかだからスタジオ公演とかありますんで、それぜひ皆さん来てください、でその時にその高さを感じていただいて、ここから落ちたんだなみたいなことも今年から3年間いろいろな作品を皆さんにご注目いただけたらと思います。また今後も俳優が続けていただけるような私たちも一生懸命頑張りますので、ぜひご支援、はい、よろしくお願いいたします、はい。